ライティングの添削していきたいかなと思います。まあバイは多く使うよね、日本人。やっぱりツイッターのプロフィールとかもこうやってる人すごく多いですね。一応アカデミックライティングなので、僕はねこうやってやった方がいいですね。さて始まりました、むちチャンネル。さてさて、今回はですね、医学部編入ですね、小山田医学部編入を目指す佐藤さんのライティングの添削していきたいかなと思います。まあトイフルでおなじみですけども、トフルですね、はい、を目指している方で、でまあ現在ドイツ留学してんのかな、わかんないですけどドイツにいるんですけど、はい、で送ってきてねっていう話をしてたと思うんですね。トフルの添削するからって言って、で送られてきました。最初ねスピーキングが来たんですけど、まあ流すのもあれなんで流さないですけど、まあ完璧すぎる回答だったわけですよ。スピーキング何も勉強したことがない、やったことがないって言ってたと思うんですけど、なのに、いわゆる満点の回答が送られてきたんですね、スピーキングの。だこれは、まあ、明らかにもう書き出して添削してもらってそれを読んでるか ら、 だからこんなのは添削しても意味がないと。まあ当たり前ですね、カンニングじゃないですか、簡単に言えば。そうだから、カンニングしてる回答を添削なんかしようがないわけで、ちゃんと初見でやってくれというねことを言ったんですよ。でまあなんか日本語で考えてから英作文やって10分ぐらいやって、で調べたりして、でその後添削してもらって、で送った。もう添削してもらってる時点でダメだし、スピーキングなのに10分考えてるとこもダメなんで。で2個目が送られてきたんですよ。で2個目もまた同じ英作文を完璧な回答にして読んできてるんで、はぁみたいな、そんな意味がないと、実力は分かんないじゃないですか、当たり前ですけど。って言ったら、どうしたらいいんでしょうみたいな、やったことないんだからみたいに逆切れしてきたんですけど、まあまあまあ何をやってみればって、その参考書持ってんだから参考書やればいいのにねって思うんですけど、そう添削していただく意味はあるんでしょうかと。いやそうね、もうなんかね、もうはいはい、だったらライティング送ってくればいいじゃんっていう風にねしたんですけど、で、はい、ライティングが送られてきました。まあ256文字で1時間11分かかったと。まあ30分で300以上書かなきゃいけないものなんですけど、トフルって。まあできて、ライティング見て、ああはいはい、やっぱりそのスピーキングっていうのはまあ偽りのものというか、スピーキングはもう準備してたっていうのがわかる。全然レベルが違うんで。なんで、はい、ライティングを見ますね。 Widespread use of the internet has a mostly positive effect on life in today's world っていうトピックだそうです。はい、なんで添削してきます。直していきますか。ネットが世界にいい影響を与えているのかっていうわけなんですが、 I agree with the statement。 まあこれは普通ですね、はい、で Firstly, you can get the information you need for studying, working as well as your hobbies、まずインフォメーションは不可算名詞ですね、はい、インフォメーションズっていうことはできないですね。 Studying, working as well as your hobbies か、まあちょっと並びがかっこ悪いよね。まあ名詞としても言えなくはないんで、 Studying, working ってね。ただちょっと同じ形が3つ並んでないのでちょっと嫌だって感じかな。で I also use internet。 use internet、 まあネイティブスピーカーもこうやって書きますけど、 the をつけて I を大文字にするっていう方がいいですね。 use the internet every day。 every day は副詞で使う場合は、 every と day は話すのが一応正しい書き方です。あの形容詞として every day 何々みたいになる場合は every day ってくっつけるんですけど、副詞で毎日って言えば every day は話すのが一応は正しいやり方だから、 the internet every day も別に普通に通じますけど、一応アカデミックライティングなのでトフルはねこうやってやった方がいいですね。 because I study English by YouTube channels。 by は多く使うよね、日本人。やっぱりなんとかによってって何でもかんでもやっちゃうんですけども、 with とかじゃないですかね、 YouTube channelsで、YouTube は一応正式には Tube は大文字なんで T ね。It is convenient that you can know latest news in foreign countries in English。 まあ典型的な間違いですね。でまず convenience じゃなくて convenient、 はい、形容詞ね。で、you can know、 まあ watch とかじゃないかな、 YouTube の話してんだから watch で、latest 最上級ついてますか、 the latest news にするね。 in foreign countries、 別に外国にいるわけじゃないんで、 about とかかな、 foreign countries について in English、 英語で。 and you can get apps to improve your English。 話がいきなり変わりましたね。 application、 これ firstly に対して second なのかな、よくわかんないと思ったら、でも次の段落に secondly いるもんね。 you can get appsまあ、applications のことだけど、大文字にする意味がちょっとわかんないんで。to improve your English, I have 何々、あ、これあの、アプリの名前になっちゃうので、隠しておきますね。ちなみにアプリの名前も正しくなかったんで、直しました。I have 何々で、ピリオド打って、その後に U が小文字で書いてあるの。
おかしいよね。で、まあ、何々、which allows you to とかね、こうさせてくる。communicate with foreign people アプリケーションも使っちゃったんで、インディアップはどかして。で、I sometimes chat with them about cultures。あ、このカンマね、やっぱ本当にこれ間違ってる人すごく多いんですけど、スペースカンマじゃないですから、カンマスペースですからね。これ本当にね、多くの人がやってる。Twitter のプロフィールとかもこうやってる人すごく多いですね。カンマスペースですからね。で、hobbies、etc。etc. はあんまりおすすめしないですね。アカデミックライティングでは。and so on みたいなのとかを使うといいと思います。で、ピリオドがあるんでまた小文字で始まってる。The、you can call to, あ、これ to ね、よくやっちゃいますね。call them ですね。はい、to をどかしてください。in apps, on the app。そのアプリのことですね。but, I have never done it.Because I was shy. なんで過去なの? I am shy ですね。で、別に関係ないですね。トピックと。自分がどうたらなんてね、聞いてない。有益かどうかっていうのを聞いてるわけでしょ、インターネットの。それに対して自分、この機能あるけど、この機能使ったことないっていうのは、ずれちゃってますね、トピックから。で、anyway とかもダメですね。もうこれ、自分がトピックからずれますって言ってるようなもんだからね。I think you can improve your English very well. Improve very well. おかしな話だな。improve って良くするって意味だから、very much でしょ。まあ、何を通してとか言ってほしいですね。最初のトピックと1個目の理由が同じパラグラフで言ってるのでね、イントロの段落を作んないといけない。で、理由のボディの1個目として firstly、2個目として secondly を作んないとダメ。In my university, まず in、はい、大文字になっちゃってますね、文中なのに。で、まあ、一応、my ついてるし、at とかいいかな。my university, every student じゃないですね、every student 単数ですね、every 足す単数形。could get a computer, could get a computer, get できる能力があった。まあ、received とかにしとこうな。received a computer, because they needed it じゃないね。不特定のものだから、it って言ったら1個で同じになっちゃうから、one の方がいい。one. In almost lectures, これはほとんどレクチャー、レクチャーじゃないって意味になっちゃいますね。だから、almost all lectures とか、most lectures ってした方がいい。And then, their computers always access to the internet. あ、これもあのよくやっちゃう間違いですね。accessっていうのは名詞の場合 have access to とか gain access to とかになって、動詞の場合は他動詞なんで to いらないんで。だからまあこれインターネットの話をしてるので to internet って書いてあるから had internet access にした方が分かりやすいかな。 during the lectures because teachers checked whether they attended or absented。 absent は形容詞でしょ。だから their attendance とかにするのがいいですね。 check their attendance よく使いますね。 sometime じゃない、 sometimes ですね。時々はThey had it in their reports. ただ、オンラインでって言ってるんで、サブメットの方がいいんじゃないですか。ハンドインってさ、ほんと手で物理的に渡してる感じがするんで、その方がいいかなと思いますね。まあ、レポート、まあ別にいいけど、日本語の大学のレポートはペーパーのことだと思いますけどね。ただ、まあ、レポートで間違ってるわけじゃないので、報告書ほんと出してるかもしれないんで。アサイメントですね。はい。If they had some questions, they could send a email.母音の前にあがついちゃってますね。They could send an email to the teachers. That was why that I could lead their student life can be. なんかむちゃくちゃだな。Why の後ろに that がある。Confident 自信を持って。まあ、that made my student life easier とかね、簡単にしてくれたとかって言えばいいかな。やっぱ主語がね、結構私、they。で、第一段落は you が出てたりしたんで、ぐちゃぐちゃになっちゃってるかなって印象かな。Firstly, なんで最初になった?最後でしょ?これ finally のことだと思いますね。で、the internet, インターネット大文字になった。ああ、そうか。全部もうあれなんだね。頭に副詞がついてるとその後ろ大文字で始めちゃうっていう癖がありますね。いや、文頭だけですよ、大文字。ドイツ語じゃないんだから。Internet is also useful for working. 仕事かな ?I am pharmacist. ああ、pharmacist. Patients bring prescriptions to my pharmacy until now. Until now? どういうことだ?過去の話だった brought とか brought bring in prescriptions ってよく使うから in があってもいいですね。 brought prescriptions to my pharmacy until recently とかかな、最近で。 but recently こっちが but now じゃない。そうだよね、最近まではこう持ってきてたけど今は e メールでできるでしょ。だから but now こっちが now でね。 they can send an email ね、 send an emailof their prescription, their doctor's prescriptions かな。They get from a doctor っていうのがいらないね。で、this is comfortable for them. Comfortable? 快適? Convenient じゃない? For them, because they have some problems, such as broken bones. また噛まへんだな。Very
old なんだまたこのカンマの位置変だ busy and so on なんかむちゃくちゃだな problemsっていうと、サッチャーズで名詞が並ぶかと思いきや、形容詞が来ちゃったりするから。convenient for them because they might have serious injuries とかね、怪我とか、be very old とかね、might be very old, too busy. まあ、ここに be 入れてもいいですけど、and so on みたいな形。In the future, you will talk to a doctor by internet at home.、In the future, you will talk to a doctor on the internet とかかな。まあ、on とか over とかは、使えるようにしておくといいですね、インターネットと。Therefore, you would feel safe even though a pandemic happened again like COVID-19. そういうこと ?You would feel safe even though じゃないな。Even if だね。これから起こるかもしれないことだから。A pandemic happened. そこ、仮定法になってるしね、happened. Like COVID-19. Similarly to COVID-19 とかの方が、まあ、もっと sophisticated な言い方かな。という感じです。なんで、最初の一文以外は全部間違ってるって感じかな。何かしら。で文法はそういう感じなんだけど、まあ、文法ミスが目立つけども、構成、一貫性、内容とか、その辺が問題だと思いますね。インターネットがいい影響があるっていうのを、はっきり示す必要があると思いますね。そのコンクルージョンもないしね。まあ、別にコンクルージョンがなくても、そんなスーパー原点とかはないんですけど、ただやっぱりボディ3つしか書いてないで、やっぱ関係ないこと、つながりがないことを書いちゃってるのが大きな問題と、まあ、あと代名詞とかもそうだよね。やっぱりバラバラになってしまっている。文と文とのつながり、一貫性っていうのも考えてやらないといけないかなと思います。はい。で、まあ、送りました。そしたら、何点ですか?アドバイスをください。すげえな。まあだから、うん、まあはっきり言ってしまえば、トフルを受けられるレベルではありません。だって英検で言うと、多分これ1時間かかってるんでしょ。順にレベルだと思いますね。という感じです。はい。ぜひまあね、英作文やる人の参考になってくれたらよかったんじゃないかなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.